土曜日午後9時、これから1時間イエス・キリストあなたの人生に素晴らしいことを期待しながらお届けしたいと思います。私はお相手のエディア・キャラ誠と時原純子です。よろしくお願いします。純子さんは1週間ぶりということで、先週はフィジーに行っておられましたね。お帰りなさいということで、はい、またフィジーでの話は後ほど純子さんからゆっくり聞かせていただきたいと思っていますけれども、実はですね、ラジオの機の皆さんですね、私は来週と再来週申し訳ありませんがラジオに出ることができません。どうしてでしょうか。はい、どっかに行くんだと思います、はい、イスラエルに行くことになりまして、月曜日からイスラエルに、10月28日月曜日から11月9日まで2週間イスラエルにチームが出ますが、まあ、そこに、急遽3日前の水曜日かな、水曜日に発見して、一応木曜日に飛行機が取れまして、金曜日に正式に決定いたしました。で、明日から日曜日から東京に行って一泊して、月曜日から成田から飛ぶことになっています、はいはい、ですので、もう土曜日の帰ってくるのが、福岡に着くのはもう昼夕方かな、とにかくそれで、もしかしたら、9日の日は出れるかもしれませんが、しかし、まあ、来週は間違いなくいませんし、9日の日も、出れたらいいんですけど、もしかしたら出れない可能性ありますので、その場合は2週間ご無沙汰になります。申し訳ありません。去年も一昨年も行けなかったんですね。その前は行ったんですけれども、以前は毎年のように行ってたんですけど、最近は2年に1回って感じだったんですけども、ここ2年間行けなくて、本当に3年ぶりということになりますけれども、本当にイスラエルに行ってまいります。すごく嬉しく思っています。ガリラヤ湖、そして私の大好きなエルサレムに行ってですね、まあ、お祈りして元気になって帰ってきたいと思っております。あと今週はですね、非常にハードな1週間でして、実は、まず、熊本県玉名、そして次福岡県筑豊、うん、そしてその次に大分県の大分、うん、そして宮崎県宮崎、都の城、そして鹿児島県鹿児島、そして、熊本県八代、熊本県人吉といって戻ってまいりました。ですから、福岡、それから熊本、大分、宮崎、鹿児島と5件もあったわけですね。まあ、長崎から失敗しました。6件、はい、佐賀は先週の土曜日行きましたので、うん、まあ、今週行かなかったんですけれども、九州一周ですね土曜日から考えたらちょうど全部行ったということになりますね。で、かなりハードな1週間だったんですけども、とっても良くてですね、まあ、いろんなところでたくさんの祝福を見てくることができまして、また後でお分かちしたいと思いますけれども、それで少し、で今日は教会でコンサートがありまして、はい、本当に、とっても祝福されたコンサートでしたけれども、新しい歌を歌うコンサート、本当はラジオ機の皆さんにも新しい歌をどんどん流して聴いていただきたいんですが、まだその新しい歌の、CD が届いておりませんので、本当に申し訳ありません。もうしばらくお待ちください。届き次第どんどんですね、皆さんにお聞きしていただきたいと思っています。まあ私たちが生ライブで歌ってもいいんですが、ちょっと私たち自身もまだうる覚えのところがありますので、はい、間違えて歌って覚えてしまってはまずいですので、もう少し待ってほしいというふうに思います、はい、で今日はですね、そのコンサートに駆けつけてくださった静寂さんがですね、出演もされたんですけど、メールをくださっています。お読みしたいと思います。今夜の放送に間に合うようでしたらお願いしますってことですね。いつも直前ですいませんってことですが、間に合いました。いや、本当いつもありがとうございます、はいはい、直前でも何でも構いませんね、はい、直後でもいいですよ直後っていうのはもう遅いんじゃないですかいや直後にやって来週もですよね。直後と直後だから、そして直前にもう一個出して、直後と直前のやつをということでね、ぜひ静寂さんよろしくお願いいたします。ゴスペルメッセージオンサタデーナイト、今夜の放送、マネオです。よろしくお願いします。ということで、木原誠牧師、木原純子牧師様ということですね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今夜の放送も楽しみにしております。ありがとうございます。さて、今日のチャペルコンサート、大変お疲れ様でしたと。3時からだったんですけれども、イダヤ牧師が礼拝体験の中で語られた、理解実践の別であることの大切さを改めて知ることができましたと。まあ、理解実践の別であることってね、まあ、福音をきちんと知的に理解することはとっても大事だけど、理解するだけではなくて、それを実際に自分自身が体験して、
そして本当に体験した人は語らずにはいれないと、まあ、述べ伝えなきゃいけないっていうんじゃなくて述べ伝えずにはいられなくなる。そしてそこに生きた人たちがパウロであり、また26世人であり、そしてこの前先週お話しましたそのフィリピンの方々であったわけですね。で、私もそういう喜びを本当に持っていたわけですけども、最近ちょっと弱くなっているような気がいたしまして、私は人というよりも自分自身が本当にその喜びをですね、もう一遍今回フィリピン、イスラエルに行ってですね、外略で本当に深く人と交わって、その本当に福音を述べ伝える喜び、こうイエス様を知ったことの素晴らしさ、これに勝る祝福は人生にはありえません。この地上でイエス・キリストに出会うこと以上に素晴らしいことなどありまないので、その喜びをですね、また伝えるということをね、またそれを神様から再び与えていただきたいと思っております。また私も2曲賛美できたことを感謝していますと。ありがとうございました、はい、本当ありがとうございました。実は予定ではですね、かなり前の方だったんですけども、はい、別のグループが先に2曲歌いまして、はい、でまた他のグループが1曲歌いまして、はい、でそこで来たんですかね、登場ということで、ね、登場ということだったんですね、はい、だから、はい、3曲他のグループが先に歌ってから登場ということで、ずいぶん後ろの方で鳥と思われたかもしれません ね、私は今日仕事の途中に参加させていただいたのですが、ありがとうございます、ね、仕事の途中わざわざちょっと時間を割いてくださったので、ね、はい、仕事が長引きバスも全く来なくて、うん、やっと来てね、しかし飛び乗ったバスが遠回りしてしまうという数々のハプニングに見舞われましたが、教会に着いた瞬間に出番が用意されていて、これもただの偶然ではないと思いました。そうですね、はい、実は着いた瞬間から歌うようになっていたからね、はい、いつ来てもね大丈夫だでもこれだけ妨害が入る、まあ、妨害っていうか仕事が長引いてしまい、バスがなかなか来ないでやっと来て飛び乗った、遠回りだったと、普通で言ったらね、なんかええってことですけれども、これは私たちから言うと、これは本当に、まあ、彼が静寂さんがさ、このゴスペル、ね、コンサートで賛美することがすごく神様の御心で、神様が喜んでられて、なんかきっとそこに意味があって、なんかそれを通して神様は何かなされることがあるから、まあ、妨害が来たんだろうなというふうに思いますね、まあ、ぜひこれに懲りずにね、これからもお仕事大変だと思いますけれども、ぜひ参加して歌っていただければ嬉しいと思います、これからもですね、もしこういうことがあったとしても来た瞬間歌えるように、はいはい、いつもスタンバイしていますので、よろしくお願いします、はい、ね、これ、本当にありがとうございました、本当にこちらこそありがとうございました。おかげさまで充実したチャペルコンサートでしたと、ね、リクエストは安らぎの歌12週のホープをお願いいたしますと、まあ、安らぎの歌から風の響きに変わりましたので、安らぎの歌というとやがて懐かしくなるんでしょうね。そうですね、今はなんかそれは普通ですけどもね、安らぎの歌なんて言ってた頃があったねなんて時代がきっと来るんだろうと思いますけれども、その安らぎの歌の最後の12週のホープをね、かけたいと思います。今日これはコンサートの中で礼拝体験の時に歌った歌なんですが、私はすごく好きな歌なんですね、旧約聖書にイエス・キリストのことが書かれていて、それはやがて来られるキリスト、新約聖書の中の福音書というのはイエス・キリストの生涯、人となったキリスト、で手紙書簡はキリストが天に帰られた後キリストを述べ伝えた初代教会、最初の教会の記録、聖霊による、そして黙示録はやがて帰って来られるキリスト、今度は救い主ではなくこの地上を裁くため、そして死んでいる私たちを本当の意味で救い出すため の、まあその帰ってこられるキリストということなんですけども、ホープというのはその、まあ、再臨というんですけども、やがて帰ってこられるキリストということを、まあ、思って作った、まあ、歌なんですね、まあ、ぜひそれを聴いていただきたいと思います。私とても好きで今日も歌いました、ですね、それでは聴いていただきたいというふうに思います。はい、それではオープニングに聴いていた曲、静寂さんからのリクエスト曲です。ホープ、作詞作曲イスラエル辻郷さんです。どうぞお聴きください。聖なる方、真実な方、あなたをあがめます。誰
ことのできない門を開いてくださった。それは従う者に与えた神の約束。静寂さんのリクエストで、ホープでした。今日は、安田の12週の CD から、作詞作曲された辻郷牧師自身が歌って賛美されているのを聞いていただきました。これよく礼拝で歌いますのでね、いつかその礼拝バージョンでも聞いていただければと思いますし、ぜひ、礼拝に来て一緒に賛美していただきたいと思います。非常に礼拝で歌いますと臨在がある素晴らしい賛美です。静寂さん、メールを本当にありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。直伝で全然構いませんのでね、ぜひください。また中国でもいいのでどんどんメールをいただければと思います。さて、ですね、直伝にもう一つメールをいただいておりますラベンダーさん、先週リクエストしてくださったラベンダーさんからですねまたメールをいただいております。先週は一粒の麦かけていただいてありがとうございましたとね、一つの麦のリクエストがありました、書きましたけれども、一つの麦がいろいろ
一つの海という題でいくつも賛美がありますので、これかなって言ってかけたんですが、あのバージョンで間違いありませんでした。今日も聞いていますということですね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当に嬉しく思います。また今日も聞いていますとかですね、はい、ラベンダーさん本当に嬉しく思います。今日はリクエスト書かれていませんけれどもね、ぜひまたリクエスト遠慮なく、書いてあげれば書けますので、どんどんまたメールをいただければと思います。先週フィジーに純子さんいていませんでしたけれども、月曜日に帰ってこられたんですよね。はい、ね、そのフィジーでの何日間ぐらい行っておられたんですか。火曜日に立って水曜日の朝着いたので、水木金土日5日間ですか。うん、はい、でも火曜日って月曜日に帰ってきたから、まあ、日本を経って日本に帰ってきたのは1週間ですね。はいはい、それでは純子さんにですね、純子の一人旅フィジーの、フィジーでの祝福をですね、はい、少し話してほしいと思います。はい、もう本当一人旅で珍島中でありました。皆さんフィジーっていう島をご存知でしょうか。まあ、日本から見るとフィジーというのは、私も名前そんなの知らなかったんですけれども、うん、ひょんなことからそこに何て言うんですかね、語学学校があるっていうのを知って、知ってはいたんですけども、まあ、ニュージーランドの上の方になるのかな、南禅という島が、というか北ですね、北ですね北ですね、はい、オーストラリアの方ですね、うん、に南禅という島がこうフィジー諸島というんですけども、本当に青い空と青い海と数々の島があって、まあ自給自足で本当にお金をかけないでお魚を取って、こう食物を作って、夜だけちょっと自家発電でこう充電だけはできるので携帯だけはつながるっていう、そういう島もあるみたいなんですが、今回私が行きましたのはその中のピチレブ島という一番大きな島なのかな、でそこのナンディという、うん、都市なんですが、そこに行ってきました。まあ、なんで行ったかと言いますと、うちの長女がそこで今働いていまして、まあ、社長さんがですね、語学学校、そのフィジーの子どもたち、本当に貧しい子どもたちを全員無料で、教育を与えて、そして日本の学校の子どもたちで、本当に、まあ、いろんな本当に語学を学びたいっていう人たちや、あと、まあ、行き詰まってしまったり、いろんな問題を持って抱えている子どもたちがそこに来てるんですね。で、ですので、まあ、いろんな問題があるわけですね。で、私も個人的にちょっと今こう具体的にはお話できないんですが、まあ、ずっと抱えていた問題がありまして、ちょっとそちらの方に行ってまいりました。で、まあ、娘が、ステイしているホストファーザーという方とホストマザーという方がいらっしゃるんですけど、ちょっと感動しました。フィジーという島はですね、インディアンとフィジアンといるんですが、インディアンはモスレムとヒンズなんですけど、フィジアンの方は 90% 以上がクリスチャンだそうで、うん、まあ、プロテスタントですね、はいはい、で教会がたくさんあるんですね。で、韓国ほどはないんですが結構大きな教会もあって、その地域で一番大きな教会は2000人ぐらいの教会、うん、で毎週日曜日50台のバスがそこに集まってくるそうです。で、たくさんの教会があるんですけれども、後でお話しますが、その中で3つ今回教会行かせていただいたんですが、まあ、まずそのホストファーザー、ホストマザーもクリスチャンで、で、まあ、自己紹介というか、こう長崎から来ましたということで、個人を主人がしてますということで、紹介しましたら、本当びっくりしました。そんなつもりなくお話したんですけど、自分もぜひ行ってみたいということで、本当に来ていただける時が、カンボジアとかアフリカとか来ていただける時が来るんではないかなって思いました。うまく言えないんですけど、ライオンキングっていう映画知ってますでしょうか。こうなんか雄大な、ちょっとやそっと私たちが
あのなんか困難があってギャーギャー言ってもびくともしないような何とも言えない大木のような大きな方で、あのすごい大きな、なんか雄大なっていう感じがしたんですね。そういう信仰っていうか、ちょっとやそっとのことではあのなんかこう折れないというか、大きなものすごい大きな体で、ホストバーザーお前さんもこうハックしてくれてですね、私なんかもう吹けば飛ぶようなアリンコのような感じでですね、本当にあのまさかですね、私は自分がずっと抱えてきた問題、自分一人ではどうすることもできない問題を、あのフィジーの民族の方に助けてもらうと思ってなかったので、神様ってすごいなっていうか、本当に我がことのように、私と同じ心になって、一緒になって祈ってですね、支えてくださる方をフィジーに起こしてくださったってことに、本当に嬉しく、慰めを得ました。それでその方の紹介で日中、フィジーはですねちょっとあいにくの雨で、雨季雨季っていうか、本当に青い空青い海なんですけども、雨が降ったり娘がちょっと風邪をひいたりして、家の中に閉じこもってたんですけど、それも御心というか、そこでずっとお祈りをすることができて、でも日曜日は晴れて教会に来ました。で1個目の教会はですね、賛美が素晴らしく良い教会、その辺り地域でですね、で何を思ったか、時間が違ってたんです。朝私が起きた時計と娘の時計の時間が違う、1時間違ってたんです。で私 iPhone だったので、勝手にフィジー時間に変わってたんですけども、それを信頼していきましたら、後で分かったんです、サマータイムで切り替わってたんですね。で1時間早く行ってしまったんです、そしたらですね、もう1時間前から賛美隊がですね、まさにゴスペルですね、本当にこうボアゲンしたというか、輝いた笑顔で、もう迫力あるゴスペルをドラムとベースと、本当に賛美してるんですね。なので私涙が出てきちゃったんです。神様に向かって、英語が大きくスクリーンに出て、で1時間前からもうどんどん賛美して、それは練習じゃないんですね練習なんですけど、そこで練習してるわけじゃないんです、本当に賛美してるんですね。でそこにだん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 こう人々が集まってくるっていう感じで、本当に朝教会もこんな風にこう賛美でどんどん賛美してる中にこういろんな人が迎えられたらなーなんていう風に思いました。もう一回賛美をですね、心から下げたいなっていうふうに思いました。すごい涙が出てきました。そしてメッセージがなされて、で、次の教会に行ったんです。で、教会を探してたんですね。このたくさんある教会の中からどこが行くべき教会でしょうかと、2日がかりで祈って行ったんですけども、次の教会は大きな街道だってかなり貧しい、途中で音響とか PA とかがメッセージ一生懸命されてるんですけど落ちちゃうんですね。で本当にそういう中でもですね、子どもたちもキラキラ輝いて特別賛美をされたりしておられましたが、そこでですね突然初めて行ったんですけども、初めてお会いした牧師さんだったんですけども、日本から来たっていうことで特に長崎から来たということで証をしてくださいと言われました。で、証、長崎でどんなことをされてますかっていうことだったので、その牧師さん言われたんですね。日本人はクリスチャンが 1% だと。で、今日日本からその牧師さんの奥さんが来られているので証をしてもらいますということを言ってくださったんですけども、本当に日本人は 1% ですと、で教会行ってる方は 0.2% ですということで、それで本当に多くの日本の方にこの神様の素晴らしさをどうしても知ってほしくて、たくさんの方がイエス様を信じることができるように祈っていたら、30年前ですね、長崎って語られましたってことを言ったんですね。でなぜ長崎なのか、
2つ理由がありますと。で1つは殉教者、400年前にたくさんの方がキリストを信じるが故に亡くなっていった。でルドヴィゴ茨城のことを話しました。な時にフィジーの方がどう反応されるかなと思ったんですけど、その12歳の男の子が、キリストをなんていうかな、信じて天国に行きたいと、その信仰を捨てて50年生きるよりもですね、その話をした時にものすごくアメンってこう皆さんがそのことに本当に共鳴をしてくださったんですね。でその後原爆のことをお話しました。でこの爆心地長崎というの、長崎ってこう本当に片言を英語で聞いたらみんな知ってて、長崎というのは学校で習うと。だから日本で長崎って言葉は、まあ、東京大阪に次いで広島長崎だけは知ってるって言われたんですね。で原爆が落とされた唯一落とされた国だけれども、今そこでその真下で本当にまず悔い改めのお祈りをしてから25年間本当に礼拝をしていますということで、最初にフィリピンの方々や韓国の方々に悔い改めの思いを言いました。でそうしたらですね、そしてですね、いつかこの原爆の丘に十字架を建てたい、原爆資料館から出てきた人たちが真っ黒焦げの写真を見て本当に気持ちが萎えているところに、出てきたところに十字架があれば、その原爆資料館には救いがない、本当に悔い改めがなければ救われようがないで、救われる方法を知らない、でも十字架が見れば本当に日本の人たちが救われるってことを話したときに、し終わった後にですね、フィリピンの牧師さんが最前列におられたんですね。で、ちょうどフィリピンにチームが行った後でしたので、そのことも話 したんですけど、すごく喜んでくださって、はっきり言われたんです。戦争中フィリピン人は日本人を憎んでいました。でそのヘイトって言われたんですね。でも私は日本人が大好きですって言われて、で本当に日本の人たちと会えた、クリスチャンと会えたのが初めてだったみたいで、で本当にこれから一緒に聖書を学びましょうって娘に言ってくれてですね、で娘もものすごく喜んだんですね。で本当に証を通して、またここでこのフィリピンの方に助けていただけると思わなかったんですけども、そのようなことがありました。で最後に3つ目の教会行った時に、やはり証をしてくださいということでしたので、証をすることができ、この特別賛美してくださいって言われた時に本当困ってしまったんです。というのは英語で賛美っていうのをしたこなかったっていうか、あんまりで何をしたらいいのかなと思ったんですけども、ゴスペルクラブで唯一白馬に行った時の曲が英語だったので、もうそれだけこう とにかくしましたら、なんていうんですかね、本当にその時にですね、みんな一緒にですね心を合わせてくださって、またそれをですね、社長さんがなんかその学校のですね見てくださったみたいで、ホームページで本当にFacebook かな、 Facebook で見てくださったそうで、そのいいねっていうのを押してくださったそうなんですね。だから本当にその方もですね、にも神様の愛がこうなんかとにかく伝えることができたらなということをすごく思って帰ってくる旅でした。で今回はですね、構造改革っていうかな、日本のだけにいるともう本当に今の自分の生活だけでも頭も考えも精一杯になってしまうんですけど、神様はすごく大きくて、もう全世界をこうすべを収めておられて、言語は違うんですけれども、なんですか、本当に同じ思いで生きて
ていけるというか、あ、目を世界に向けなきゃいけないんだ。それから長崎っていうのはたくさん福音を語っていける、ここから発信していける、あのメッセージがある、そして皆さんが本当にそのことをあの聞いてくださるっていうのをあのすごく知ることができて、あのちょっと一言で言えないんですけども、すごく慰めを受けて帰ってくることができました。はい、ありがとうございました。すごくあの、まあ祝福された旅だって歌ありますけども、まあ、そこで歌ったいつもグッドスイングですね、それをここで皆さんにも聞いていただきたいというふうにあの思います。フィジーはまだ私は行ったことがないですが、ぜひ行ってみたいなと強く願っております。ラジオのリスナーの皆さんももし機会があれば一緒に行ければと思います。それでは、ここでいつもグッドスイングを聞いていただきましょう。はい、作詞作曲、エリア漆島さんとデイビッドさんでいつもグッドスイングス、山里ゴスペルクラブの白馬の時のライブをお聴きください。You always plan good things for us, and you are always good. You always do good works for us, yes you really do. You always plan good things for us.Always do good works for us. Yes, you really do. Shua, itsumo yoi koto wo keri kakushi. Shua, itsumo yoi waza wo nashite kudasai. Shua, itsumo yoi koto wo keri kakushi.主はいつも良い技を成してくださる。悲しみ苦しみ全て喜びに変わり、感謝と賛美でさあ叫べ。主はいつも良いことを隠し、主はいつも良い技を成してくださる。 You always plan good things for us, and you are always good. You always do good works for us, yes you really do.Yes, you really do. さあね、そこに All things will turn into joy. We give thanks to you, I thank you. We will shout to the主はいつも良い技を成してくださる。 You always plan good things for us. You are always good. You are always good. You always do good works for us. Yes, you really do. Yes, you really do. You always plan good things for us. You are always good. Everybody here knows. You always do good works for us.
バーで、山田ゴスペルクラブが賛美しましたいつもグッドシングスを、聞いていただきました。さて、私たち篠塚クリスチャンセンターという教会にとってはですね、11月が新年、いつもイスラエルで迎えするんですけども、まあ、今日が10月最後の放送ということで、まあそんな気分ではないかもしれませんが、実は年末ということになるわけですね。この1年いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、すべてのことに感謝しなさいという言葉から始まったんですが、ここでですね、パスターベストビューティーから名前が変わりましたミッショナリーファーストビューティーの、酒井牧師にですね、この1年を振り返って、ミッショナリーファーストビューティーの重大ニュースと言いましょうか、今年特に変わったこと、そして祝福されたことをですね、ちょっとお聞きしたいというふうに思います。いつも、ね、黒子をしてくださっていましてですが、今日はちょっとね、赤い服を着ておられますので目立つところで出ていただきたいと思います。それではお願いします。はい、酒井ですちょっと緊張しております今年は本当にこういろんなことが ありまして、こう祝福されました。先ほど言われたように、教会ではいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言われて、さっき賛美をされたいつもグッドスティングをですね、私も白馬に出していただいて、ダンスをして神様を喜ぶことができたっていうのが良かったです。はい、で、そこにもそうなんですけど、今年はですね、一番下の子供が、浪人をして、大学に入って家を出たんですね。はい、鹿児島に行かれたんですね。そうですね、はい、そして、もう主人と二人になってしまった。すごく今嬉しそうな顔しておられますなんかこう、今では子供がずっといたので、うん、こう2人になることはもうほとんどなかったんですよね。だから、もう本当にこう久しぶりでした家の中はまだ全く変わってはいないんですけど、まあ、私が家にいても帰ってくるのは主人だけ主人だけって言ったらおかしいですけど、2人になって、今までないこう時間となったと思います。うん、4人お子さんがおられて最後の子が出て本当に2人になったということで、もう随分長い間2人だけってことはなかったわけですよね。まあそうね、どうですか2人だけになって。あれ、まあ、こう子供が言うとなんか話さないこともこう2人だった話をしたいですね、はい、そういったこともこうするようになったなぁなんて思います。はい、婚約時代の愛が蘇ってきましたかそこはちょっとよくわからないです。白馬に出れたこととその夫婦だけになっていろいろ今まで話さなかったこと話すようになれたってことですね。そうですね、はい、特にうちの教会には外国人の方が多いんですけど、はい、外国人の方は一人を抜けてほとんどどの方々 もう家族を持ったり、はい、ご夫婦の方ばかりだったんですね。ですのでこちらにこうおられる時にこう奥さんかご主人が、その自分の国におられたら非常に夫婦のことを祈ってくださいとかなんか言われててですね、で私たち、こう思ってたんですけど、そしてこうそのこう離れていた夫婦が、まあ、日本で一緒になって教会に来られたら非常に喜ばれたんですね、はい、で今度はこう帰るって言ったら非常にこう悲しまれたりですね、で、こうそういうのをこうお話しする中でこう今度私たちこう夫婦になった時に、なんかこう私としては、こう夫を大事にしてあげないといけないななんて思いました。なんとでも幸せそうにしちゃってますねそうですね、子供がいる時はそういうのあんまりこう思ってもなんかこうそこまでそういうふうに思う心がいかなかったっていうのが多かったですけど、うん、なるほどね、はいはい、それが今年の一大、そうですね、神様がやはりこうなさった何かこう祝福というか計画だなと私は思っています。
はい、ありがとうございます。先週まで言っていたフィリピンのことよりもやはりご神と一緒だったことの方が大きいようですね。はい、それでは、その、ミッションのいいファーストビューティーのですね、リクエストで I love you Lord を聞いていただきたいというふうに思います。これはあのミッションのファーストビューティーのリクエストなんですよね。ちょっと、紹介してみてください。あ、私がですね、はい、すみません。あの I love you Lord、住吉百合子さん作詞作曲です。歌うのはあの神様の子供、はい、ファーストビューティーが気に入っている、歌です。それではよろしくお願いいたします。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの十字架の御業、心から感謝します。ビューティーのリクエストで I love you Lord でした。やはり英語の大の歌を選ばれましたけれども、ご主人と二人になって、ご主人を大事にしてあげたいと、婚約時代の愛を取り戻したファーストビューティーの、とても心温まる、お話でした。ありがとうございました。それではですね、聖書からお話をしていきたいというふうに思います。純子さんお願いします。はい、今日は新約聖書、第二テモテ手持ってへの手紙2章の13節です。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。はい、この彼というのはイエス・キリストのこと、まあ三位一体の神様と言ってもいいんですけれども、だから私たちは、まあ、私は真実ではなくても彼イエス・キリストは常に真実である。イエス・キリストはご自分を否むことができないからだっていう言葉なんですが、私の今年の、まあ、重大ニュースと言いましょうか、すごく心に残っていることはいくつかあります。それは、まあ、長男が、卒業いたしました。大学、まあ、浪人した後大学4年間、4年間で卒業できたんですね。まあ、卒論をあんまり書いてなくてですね、
もう留年してもいいようなって気持ちになったんでしょうけども、まあ、私が連絡をしまして大学に行って徹夜で卒論を提出日の直前に書き上げましてですね、そして今やっと会期終わったとかいうことでね、まあ、おかげでかなりすごい卒論だったみたいだったんですけれども、でもとにかく卒業することができて本当に嬉しかったんですが、まあ、就職しようと思えば 2,3 社就職できないことはなかったんですけれども、彼はまあ思うところがあってそれをしなくて、そして、まあある語学の勉強をするようになりまして、で、アルバイトしながら、まあ、フリーターですね、ゴールデンウィークに、まあ、そこに行ってその国に行って、9日間、勉強して、まあ、日本にいたらダメだと、そこに行って勉強したいということで、行きたいというよりも行かないとなんかもう自分はダメになるっていうふうに思ったみたいですね。このことができなくなる、で神様からそういう流しを持ってたみたいだったんですね。まあ、ところが、まあ、境内の問題と、まあ、それが本当に神様かどうかということで、まあ、確認するという問題がありまして、なかなか土壇場になっていけないかもしれないという状況だったんですが、まあ、最終的には、境内も満たされていくことができるようになったわけですが、まあ、その時その境内を助けてくれたのが実はさっきお話にあったフィジーで今仕事をしている長女だったわけですね。フィジーで 1年間仕事をしてお金を貯めてきた、その貯めてきたお金の、まあ、半分以上のお金だと思いますけれども、それを出してくれて、それで、まあ、彼はそこに答えてきたんですね。まあ、彼も大学4年間私は仕送りができなかったので、まあ、宅急便は1回だけ彼が家庭を引いた時に純子さんを送ったことがあるんですが、仕送りもせず宅急便1回しか送れなかったかなんですけども、まあ、彼は自分でアルバイトと奨学金で、まあ、4年間やり通したんですね。でそういう中で、今回ですね、卒業できて、そして、まあ、行こうとしたんですけども、まあ、奨学金が大学終わったらなくなったので生活していくだけで自分で一生懸命お金を貯めていたようですが、東京の場合引っ越しするとなるとお金がかかるんですね。いろんな荷物を処分するのも大変で、それで、まあ、最終的にはかなり経済的に厳しくて、まあ、長女がお金を出してくれて行くことができたんですね。ですごく嬉しかったのはその長女がそれを喜んで出してくれたこと、そして長男がその、なんでしょうね、普通に単に就職するだけじゃなくて彼なりに、まあ、自分が本当に神様の願っている道を選んで、選択をして、まあ、そこに行ったことですね。で、そして、まあ、今そこで勉強しています、ね、そしてあと次男坊もですねいろんなことがあったんですけども、まあ、アルバイトをずっと今しておりまして、この前終わったんですけども、まあ、その次男がやってるアルバイト先でも私も少しほんの少しだけですけどね一緒にバイトすることができまして、まあ、本当に少しだけですけど私は、まあ、その時に、まあ、その息子さんが来てしっかりやってるからってことで、まあ私も採用になったんですね。で、まあ、そういうふうに言われたのは初めてだったので非常に嬉しく思いました。で子供たちがそれぞれにその神様の人生あるいはあるこう大人になっていってるのを見ることができたのが、まあ、すごく嬉しかったことですね一つ。それと、もう一つはですね、実は9月にカンボジアに行きました。まあ、これは個人のことで行ったんですけども、これは毎年行ってるんですね、ほぼ毎年。で、10月にフィリピンに行きました、つい先日、先週お話しましたように。で、これは、ずいぶん前は、フィリピンに行ったのは25年前から10年ぐらい前まで頻繁に行ってたんですけども、まあ、10年ぶりぐらいだったと思います。で、フィリピンに行ってきたわけですね。で、いわゆる、福音宣教をするために海外に行くという個人の場合はね福音宣教というのは、まあ、子どもたちということが中心なんですけども、まあ、それに行くことができたということ、そして今回イスラエルに、2年間行けなくて3年ぶりになりますが行くことになりまして、すごく私は今ある感動を覚えています。で、昔は海外宣教に行ったんですが、ここ何年間かはあまりそういうふうに行かなくなりまして、アメリカももう6年間行っておりませんし、イスラエルも毎年行っていたのが2年に1回で、この2年間行かないで2年行かなかったのは初めてですね。で今年行かなかったらもう3年行かなくなるということで思ってたんですけども、そしたらもう奇跡的に行くことになって、何を思えているかというと神様が再びまたそういうことから来ると言っておられたんですけど、無理かなっていう感じだったんですね。で私がどうしてそれを思ったかというと、自分自身が
そのフィリピンに行って福音を語ったり、イエス様に行って祈ったりするのに整っているというか、それを受けるだけにふさわしく整ってないなということを非常に強く感じるわけですね。これはあの日本人の言う謙遜というんじゃなくて、客観的に自分を見て、とてもとてもそんなふうに間に合ってないなと思うわけですね。で、私が神様だったら自分を見て、ちょっとまだフィリピンに行かせるには早いなって、またイスラエルに行くのにもうこんな状況で行ってもダメだなって思うと思うんですね。ところが神様の方は、私が7月末に3年か4年経ったら再び海外宣教に行って福音を語る、そういう扉を開いてくださいって心から祈りましたら、8月の頭にその話が来て10月に行くことになりまして、で、8月に、今年の2月ですね、殉教世界の時に祈っていただいた時に、アメリカとパトモスとイスラエル、この3つの派遣に行けるようにと祈ってもらった時に、予言でイスラエル、これに必ず行けるように祈っておきなさいってことだったんですね。で、まあ、私はアメリカとパトモスも行きたかったんですが、まあ、それは行けなくてもいいけど、イスラエルだけは行けるようにと思ってたんですね。で、そう思ってるんですけど、じゃあすごく熱心に乗って、そのために例えば前もって断食をしてってことをやったかというと、そういう力はないわけですね。そして自分で、ああ本当は神様は生かせようとしてるんだろうな、そしてこちらがちゃんとそういうふうにやれば生かしてもらえるんだろうな、でも自分にはその力がないなと思っていたわけです。そしたら思いもかけないところから献金が来たりして、結果的には、今までのイスラエルよりもうんと高かったのに行くことができるようになってしまったわけですね。私にとって今まで行ったイスラエルの中で一番驚きであり、なんかちょっと、喜んでるっていうのもちょっと怖い気が正直しています。で、神様の時が来ると、神様は約束していたことやご自分が語られたことはその通りになされるんですね。で、私たちの方は不真実であっても、神様はご自分が約束されたことは必ず果たされます。まあ、もちろん条件がついている場合は条件を果たさないといけませんが、条件なしで約束されたことに関しては必ず主は約束を果たされるわけですね。で、主は裏切ることのないお方、主はどこまでも真実な方なんですね。それを私は今年非常に深く感じております。で、その海外宣教のことから実際に来ることが一つ、子供たちを見ていても、私は自分がその親として非常に不十分だったり、いろんなマイナスが子供たちに与えたなと思ってるんですが、ところがその長女と一緒にフィリピンに行きまして、フィリピンの時長女は本当にいい賛美をしたり、証しをしてくれたり、証しというか、まあ、自己紹介をしてくれたり、ね、してくれましたし、また長男も今、ある国に行って勉強しながら、それはただ、勉強しただけじゃなくて、将来きっと一緒に宣教することになるだろうなと思うわけですね。で、そういうことの中で、本当に神様の信じるわけですね。で、この前東京にエルサレムの平和を祈る集会というのがあったんですけども、そこに、まあ、エルサレムという名前の次男も一緒に行きまして、彼は自分で稼いだお金で行ったんですけども、なんかその集会に一緒に出れたのもすごい神様の特別な恵みを感じるわけですね。で、神様という方はなんかこちらがどうであれ、ご自分が約束されたことやご自分の計画はご自身の真実を持って成していかれるんだなということを非常に強く感じることができた、まあ、1年でありました。で、ラジオを聴いている皆さんですね、自分を見て失望したり、人を見て落胆したりということが人生にはあります。でもイエス・キリストに目を向けていくときに、そんなこうがっかりしてしまう自分や人々であっても、イエス・キリストはそれにもかかわらずご自身の真実を持って私たちに接してくださり、私たちを導いてくださる方なんですね。私たちの自分でどうすることもできない罪、この罪というのは相当の怪物です。そんな簡単に私たちは罪に勝つことはできませんし、おそらく全く勝つことはできないでしょう。私の人生を蝕んでいく罪、それをイエス・キリストは十字架で身代わりに背負って十字架にかかってくださって、そしてこれを許すだけではなくて、それに打ち勝つ力を神様は私の人生に備えられたんですね。
このイエス様に目を向けていくとき、私たち自身は本当に真実なものなんですが、キリストは本当に真実で私たちを導いてくださり、約束を果たしてくださる方なんですね。で、そのことを知っていくとですね、本当にこう、希望が湧いてくる。自分に関してだけではなくて、他の人々に対しても、あ、イエス様がいるから大丈夫だなって、キリストがいるからなんとかなるなって、イエス様はきっとなんとかしてくれるだろうって、私たちはあれこれ思い煩ったり悪せくしたりするんですが、イエス・キリストがいるから大丈夫だなっていうふうに思うわけですね。角の響きという歌詞にですね、まだ流せないから残念なんですけど、まあやっと覚えた曲がありまして、喜んでいよう、笑顔でいよう、神様がいるから大丈夫って歌うんですね。まあ、明るく爽やかなタッチで歌うんですけれども、明るく爽やかに歌ってますが、私すごく深い心理が隠されていると思います。神様が、イエス・キリストがいるから大丈夫なんです。私たちの何かではなくて、イエス・キリストがいるから大丈夫なんです。もしあなたがこのイエス・キリストという方を本当に信じて心に迎えれれば、あなたも私も不真実で不十分で非常に罪深くて弱くて欠けだらけなんですが、イエス・キリストが私たちの中に住み一緒にいてくださるから大丈夫なんですね。そしてこの方は決して裏切らない、そしてどこまでも真実なんですね。このイエス・キリストを心に迎え入れて、どうぞあなたの人生の中にその種の真実を見ていってほしいと思います。そしてこの方に希望を置いて歩む人生、決して失望しない人生、絶望がない人生を歩んでほしいというふうに思います。お祈りします。この機会に私もその真実のイエス様という方を信じてみたいと思われた方は、私についてお祈りしてください。天のお父様、天のお父様、私の心を開きます。私の心を開きます。イエス・キリストが、イエス・キリストが私の心の中に、私の心の中に今入ってきてください。今入ってきてください。私の罪を認めます。私の罪を認めます。悔い改めます。悔い改めます。イエス・キリストが、イエス・キリストがあの十字架で、あの十字架で私の罪の身代わりになって、私の罪の身代わりになって、呪いと罰を受け、呪いと罰を受け、死んでくださったことを、死んでくださったことを信じます。信じます。十字架の許しを信じます。十字架の許しを信じます。感謝します。感謝します。三日目に復活され、三日目に復活され、死に打ち勝ち、死に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、世に打ち勝たれたことを感謝します。世に打ち勝たれたことを感謝します。復活されたイエス様、復活されたイエス様、私と共に、私と共にいつまでも、いつまでも歩んでください、歩んでください。感謝します。感謝します。信じます。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。もう一曲聴いていただきたかったんですが、時間が押しておりますのでここまでにしたいと思いますけれども、ぜひラジオを聴いて皆さんですね、メールをお便りをいただきたいというふうに思います。続けて癒しのために、問題の解決のためにお祈りをしたいと思います。天のお父様、ラジオの前で今祈っている人一人に、あなたあふれ心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって問題に対する解決と勝利を宣言する。境内を祝福し、夫婦関係、親子関係、和解という死を与え、あなたの祝福で満たしてください。イエス・キリストによって心と体とれを祝福します。あなたの豊かな栄光を表してください。イエス様の皆によっていたします。アメン。それでは、メール、お電話、お便りの宛先を順子さんお願いします。はい、メールアドレスですが、 767jesus@gmail.com です。Jesus は JESUS です。郵便番号は 852-8116、 長崎市平和町 5-6-2 階、平和町 5-6-2 階までお手紙ください。電話番号は市外局番 095-843-3178、843-3178です。電話は24時間受け付けています。メールはホームページを上げてくださって、ゴスペルメッセージを上げてくださいますと、クリックするだけでメールを送れるようになりますので、ぜひそちらからでもどんどん見てください。あと、それでは明日の礼拝、10月最後の礼拝、主の授業にとっては今年度最後の礼拝になりますけれども、礼拝の案内を順子さんお願いします。はい、10月27日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝5時半から、第一礼拝は7時から、第二礼拝、この礼拝がメインの礼拝となりますが10時からです。
10時間の礼拝は同時通訳があります。